アンケートの方いただきました。ありがとうございます。2015年8月2日、0時38分53秒、豊さん、はい、吉谷社長に聞いてみたいこと、はい、メルマガをやっていますが、リストが全然集まりません。1週間に1リストあるかないかです。SNS で流してますが、それほど成果もなくて困っています。これはね、具体的でめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。豊さん、ありがとうございます。まあ、こういう質問ですよ。こうね、やってるけどなかなか出ない。こうね、やってると絶対出るんですよ、こういう悩みっていうのは。で、やってない人は多分質問がない。うん。なんですよ。なんで、やってれば質問って多分ね、壁がなんか出てきたりするので、こういう質問あると思うんですね。はい。まあ、豊さんはメルマガをやってると。でもリストがなかなか集まらんと。うん。で、これは、まあ、結論僕から、僕の見解、アドバイスさせていただくと、結論、リストを早く集めたいんだったら、もうお金使うしかないんですよ。もう本当に。要は、うちも無料オプトインとか、キャンペーンとかやったりとかしてるんですけど、まあ、定期的にやったりとか、で、実はリストを補充するためにやってるんですけど、こうお金払っちゃうと、もう一瞬で集まるんですよ、一瞬でね。うん。でも、こんな話しても、多分みんなできないと思いますので、まあ、豊さんも多分ね、そんなんできないよって多分言うと思いますので、じゃあ、もう再現性があるというか、個人でもできる方法。はい。しかも、お金1円かけず0円でできる方法で一番いい方法っていうのがあって、で、それが僕おすすめするのが本当 YouTube なんですよ。YouTube。YouTube ね、みんなやればいいじゃんと思うんですけど、やんないんですよね。YouTube が一番僕はリストが集めやすいと思ってます。っていうか、思います。っていうか、リストが集まります。うちは、以前、今もう動画消しちゃいましたけど、まあ、400本ぐらい動画作ったんですね。400本です。400本ぐらい動画。で、まあ、2年前ぐらいに撮影したやつなんですけど、まあ、毎日10リストぐらい入ってます。YouTube、要は無料の媒体ですよ。無料の YouTube っていうのを使って、で、もう2年前ぐらいに作って、まあ、1年ぐらいはちょっといろいろ作ったのかな。で、その後全く更新してない。わかります?放置プレイです。一回バカって作って放置プレイ。でも一日ずっと10件ぐらい撮り続けてるっていう経験をしたんですね。あ、YouTube すごいなと。で、もし顔出しができるんであるならば絶対 YouTube 顔出ししてやった方がいいです。これなんでかっていうと、そのリストを多分メルマガやってるんで多分わかると思うんですけど、リストの質っていうのがあって、動画から来るリストってめちゃくちゃ質がいいんですよ。なぜならば、顔出ししてなんかやってるじゃないですか。で、声も聞いてる、顔も知ってる、で、なんか、この身振り手振りも見て、あ、なんかこういう人なんだなっていうことで登録するわけです。あ、この人のこともっと知りたいなって言ってメルマガ登録するんで、まあめちゃくちゃ濃いアドレスなんですよ。うん。だから、もし顔出しができるんであるならば、なんか顔出しをして動画を撮ってください。まあこんな感じでもいいですよ。こんな感じで。うん。ホワイトボードでやってもいいんですけど、いや、ホワイトボードで書くことありませんっていうことであるならば、まあ、こうやって喋るやつでもいいです。だから、例えば、まあ、これよく、アドバイスとかしたりするんですけど、例えば本読んで、まあ、例えばですよ、まあ、こういう本読みましたと。ね、こういう本。で、こういう本読んで、自分なりの見解をこう全部読むんじゃなくて、全部読んだら、まあ、しんどいので、まあ、全部読まずに、面白いとこだけちょっと読んで、で、この本の、なんだろうな、感想というかね、自分なりのレビューですよね、自分なりの。うん。それを面白おかしく言うのか、本にない自分の見解、要はここの本で書かれてない見解です、自分の見解を言ったりとか。うん。で、なんでそれがいいかっていうと、有名な本っていうのは検索もまあまあされるわけですよ。で、これ事例が一つありまして、うちの塾生さんで、金持ち父さん、貧乏父さんっていう本、知ってますかね?結構有名なロバート清崎さんが出したけど。これ多分7年前ぐらいだったんですね。金持ち。多分、金持ち父さん、貧乏父さん、ロバート清崎さんが出してる本なんですけど、本当これもう10年前ぐらいに、僕も多分10年前ぐらいに買った本なんですけど、でもそれでもずっと検索され続けてるんですよね。いまだにロングセラーの本とか、まあ、一時期バンって売れる本とかもあるわけですよ。で、これ、何が言いたいかっていうと、その、売れてる本っていうのは検索されるんですよね。そのキーワードで。だから、その、
その本にも、本が持ってるアクセス、要は本っていうのは売り出すときに何本屋さんがやってるかっていうと、広告を、まあ売れてない本はそんなに出せないんですけど、売れ始めたらガンガン広告を出すわけですよ。あの電車の中吊り広告だったり、まあ、テレビ CM までは出すとこないかな、まあ、電車の中吊り広告が結構あります。あと新聞広告とかね、うん、あと PPC 広告も出したりしてるかな、まあ、いろんなところに媒体広告出したりとかするわけですよ、うん、で、あの大手書店からあの力を入れて出すときっていうのは、まあ、相当、まあ、広告費の予算ありますし、バーンって出すわけなんですよ。そうすると認知度が広がるわけですよ。で認知度が広がると検索されるんですよね。興味持つ人が増えるんで、うん、でそうすると興味が、増える人が増えると検索もされるんですよ。でそこで YouTube でその本のタイトルをパクって、あのその本のレビューとかしてると引っかかってくるんですよね、検索に。だからもともとアクセスっていうのは自分で作るのは難しいんですけど、そういうもう売れてる本のタイトルのアクセスをもうパクるっていう、うん、これが一番まあ早いというか、まあ、コンテンツは作りやすいですよね。誰でもできると思います。だって本読んで、まあ、全部読むと大変なんで、全部読まなくてもいいです。本の面白いところを自分なりに、ここは面白かったっていうところを見解。でもしくは、これは違うんじゃないかと。ここの本には書いてあるけど、俺はこう思うみたいな見解とかね。っていうのをそのコンテンツ動画っていうのは誰でも作れると思います。あとは、やるかやらないかの世界です。うん、やるかやらないかの世界なんですよ、うん、でもしじゃあ顔出しもできないということであるならば、プレゼンテーションでその本の見解を作ると。要はなんか多くの人が、僕もいろんなアドバイスっていうのは今までしてきたんですけど、まあ、多くの人がほとんどやれない理由ばっかり言うんですよ。やれない理由は、じゃあお金を稼ぎたい、例えばこの事例だとリストを集めたいっていう目的があるわけじゃないですか。リストが集めたい目的なのに、いや、それはちょっと、いや、それはちょっと、いや、それはちょっと、いや、ここ目的としてはリストを集めたいんでしょ。じゃあ、こういう方法ありますよって言っても、いや、それは僕には今できない、なんか恥ずかしいからどうのこう、どんどんみんなやれない理由を作って、どんどんやんないんですよ。うん。なんで、本当に一番いいのは YouTube 使ってリストを集めるのが一番いいんで、やってください。はい。で、じゃあ、顔出しができないってなった場合は、じゃあ顔出しせずにどうやったら動画作れるんだろうっていう、そのできないことはできないって認めた上で、じゃあ自分でできることなんやろっていうことでやってほしいんですよ。うん。で本当に、まあうちもそれ実績というか僕体験してきてるので、一回パカンって作っちゃうと、もう勝手に動画って再生されるんですよね。で、うちの塾生でもそのお金持ち父さん、貧乏父さんのその本をテーマにしたセミナー動画っていうのを YouTube でアップロードして、まあ、それが2万回ぐらい再生されてるわけですよ。2万ですよ、2万。でそっから濃いリストがもう撮り続けてると、毎日撮れてると。でその子も動画もう700本ぐらい作ってるんで、その子はね、その子は700本ぐらい作ってるんで、もう毎日リスト何もしなくても、まあ、その子は動画更新してますけど、まあ、リストはガンガン撮れてると。しかも濃いリスト、しかもこの本が何でいいかっていうと、さらに言うとメリットがあって、本を読む人っていうのは基本的に向上心が高い人なんですよ。向上心が。じゃあ向上心が高い人っていうのは、向上心が高いから、お金を出してでも本を買って勉強しようっていう人なんですよね。わかります？ということは、何かその教材とか出した場合っていうのは、自分の自己成長のために、じゃあこれ良さそうだな、じゃあスクール案内したとしても、じゃあスクールに入って真剣に勉強してみようみたいになるわけですよ。だから、お金も払ってもらいやすいリストが集まる。わかります？だからこれはね、一石何鳥にもなるんですよ。要はアクセスも集めやすいし、で、コンテンツも作りやすいし、その集まってくるリストも濃いリストなんですよ。だって本もともと読んでる、買おうとしてる人ですから。そもそも本買おうとしてる人って、勉強熱心なわけですよ。だから勉強熱心な人っていうのは、絶対セミナーとかね、行くし、うん。セミナーじゃあ行ってみようとかね。うん、でそういう人ってお金払うじゃないですか、うん、だから僕のおすすめ、ゆたかさん、まあ本当メルマガやられてるっていうことなので、もしリストをね、もっと集めたいんだらば YouTube、 これもうガツガツ作ってください。もうガツガツ、僕はもう YouTube でそれ知ってるので、もう1万本アップしますからね。1万本、もう一度言います、1万本アップします。 YouTube にこれね、多分1万本アップロードしてるね、この業界の誰一人いないですから、1万本アップします。これはもうできるんで、うん、できるんで。
僕はもうやるんで、はい、あと本当やるかやらないかです。正直1万本アップロードすればもう正直、まあ、あと何もしなくても多分リスト集まってくると思います。1万本もあれば、うん、という感じですね。ありがとうございます。こういうね、いいっすね。このやってて壁にぶち当たるっていうのは絶対やってればあるんで、うん、はい、ゆたかさん頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、はい、ありがとうございます。じゃあまた何かあれば、また何か、またアンケートとかやりますので、もしよかったらアンケートまた何か回答していただければ、また僕もこんな感じでやりますんで、はい、アンケート回答ありがとうございました。